東京美術学校は1887年に東京府に設立された管理図の美術専門学校である。略称は美校。東京美術学校東京美術学校記念写真。最前列左から6人目に岡倉校長。日本美術の源は奈良にあるという岡倉の考えから、講師も学生も天平時代の漢服のような制服を着用した。 日本初の美術教員、美術科養成のための機関であり、当初は文人画を除く伝統的日本美術の保護を目的としたが、その後採用画、図案、調査など西洋美術の教育も行うようになった。修行年限5年のうち最初の2年を普通科、あとの3年を専修化とした。第二次世界大戦後、新生東京芸術大学に包括され、 同美術学部の前身となった。戦前期の管理高等教育機関は原則男子のみ受け入れており、東京美術学校は男子校であったのに対し、東京芸術大学音楽学部の前身東京音楽学校は男女教学で女子の方が入学者数が多かった。また、東京音楽学校は東京美術学校と比べるとかなりの小規模校であり、 現在の東京芸術大学上野音楽学部キャンパスの美術学部と接する部分約半分日は当時東京美術学校の敷地であった。また東京美術学校が伝統的日本美術の保護が学校のルーツであったのに対し東京音楽学校のルーツは西洋音楽の輸入であった。1886年から翌1887年にかけて文部省図が 取調係員として、岡倉格造及びフェノロサは、欧米調査旅行を行った。この旅行は、美術教育全般に関わる調査を目的としたもので、あったが、美術学校の組織管理及び学科教授法も、含まれており、二人の報告に基づき1887年10月、直例により、図画取調係及び工部大学校内、工部美術部を、統合。 改変して、東京美術学校が設立され、主要年限2年で基礎実技と学科を担当する普通科、3年で専門科目を担当する専修科を設置した。取調係委員長の浜尾信は事務取扱いにとどまり、1889年2月の開校後、1890年に就任した岡倉格造が事実上の初代校長であった。 副校長はフェノロサが務めた。開校時の他のスタッフは岡倉を、漢字、フェノロサを、雇いとしたほか、教官は、黒川真頼、橋本画報、小島則之であり、後川端玉将、小瀬小石、加納夏を、高村幸運らを加えた。教官となったのは、ほとんどが日本画家などの伝統的美術家であり、伝統美術の振興を目指す岡倉。 フェノロサの理念が具体化された形になった。1893年には、第1回卒業式を挙行し、横山大官らの卒業生を送り出した。しかし、時代の変化とともに、伝統美術に限定されない、より幅広い教育内容が求められるようになったため、1896年西洋画家、図案家が新設された。前者には、黒田清照、藤島武次 和田栄作、岡田三郎介、校舎に、福地福一、横山大観、本田天薙らが教官として、就任、以後、洋画交流の基礎が形成された。同じ頃、岡倉校長の先見的な学校運営に対する批判が起こるようになり、1898年、美術学校騒動として表面化、岡倉をはじめとして、橋本、横山、下村観山、 菱田だ俊僧ら多数の教官が退任し、日本美術院を結成した。岡倉退任後、1901年より1932年までの長期間にわたり、校長として在任した、正木直彦の下で構成改革が行われ、これ以降はほぼ制度、組織は安定した。また、正木校長時代の1929年には、美術学校が収集した美術品を展示するための、 陳列館が建設された。1932年まさきが退任した後校長に就任したのは初めて学内から選出された西洋画家教授の話題作であり、同時に作家校長の数理となった。第二次世界大戦後の学生改革により新生東京芸術大学が発足すると東京美術学校は 東京音楽学校とともに包括されて、同大学の美術学部の前身となり、1952年最後の卒業式の後廃校となった。設立時のコーチは、東京府下役の上野恩師公園内に設置され、これが新生大学への移行を経て、現在の東京芸術大学美術学部のコーチに、そのまま継承されている。なお、 東京音楽学校は戦前は小規模校であり、上野キャンパス音楽学部敷地のうち、美術学部に接する部分半分今日は東京美術学校の敷地であり、戦後音楽学部の敷地となった。ありがとうございます。